皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今日もですね、アニレボをやりながらちょっとリアクションしていきましょう。月ビリトイレマルチバース30話ですね。楽しみにしていたんですよ。なんてったって今回はアップグレードした私がカウンタータイタンを懲らしめるからだ。おお、思わず出てきちゃってんじゃねえかタイタンクロックマン。よし、早速見ていこうぜ。アップグレードタイタンクロックマンはカウンタータイタンを倒せるのか。ついでにアルファも倒してくれるといいですね。そうだな、よし見ていこうぜ。よし始まるぞ。今回は6分だからめちゃめちゃ長えぞ。これは前回の続き。アップグレードタイタンテレビマンがやられる。あれ、目が赤い。タイタンカメラマンさん暴走してしまうんですか。でもめちゃめちゃ強そうですよ。もうタイタンテレビマンは動けそうにないからな。このタイタンカメラマンに全てを託すしかないようだって。おお、ブースターで流れて、おお、どんどん上に上がってる。これはなんだ、これ。うわ、ホバーボード、こんなの背中についてたのか。すげえ、暴走はしてないな、冷静だな。これならばカウンタータイタンに勝てるかもしれません。サムネイルがアップグレードタイタンクロックマンになってたけど、これ出番ないんじゃねえか。右手のグラビティ感めっちゃすげえ使いこなしてるじゃん。うわー、ドラゴンボールさながらめちゃめちゃ強いですね。すげえ、両肩のガトリングをぶっ放しながら殴ってるぞこれはすごい勢いだ。あー、でも、あ、刺された、マジかよ。あ、でもコアは無事だ。うわー、何度も刺されてる、やめてカウンタータイタン。くそー、グラビティガンを使って頭の動きをねじったそしてアップグレードタイタンテレビマンさんのブレードで頭が、油断は禁物だぞ。再生するかもしれねえからな。ということでね、ほら動いてるじゃねえか案の定。うわー、バチバチしてる。弱点はやはり胸のコアかもしれませんね。なんか中が空洞っぽかったけど、こいつ本体じゃないのかもしれないぞ。うわー、2人ともこれは絶体絶命だみたいな。お、なんだ、お、ブレードを折って渡しただと。アストロトイレじゃねえか。あら、なかなかやるじゃない。確かに、うんうん、正直感心したわ。さあ、遊びは終わりよ。この世界は我々のもの。なんかこのアルファの感じだとまだ余裕ありそうだよな。そうですね、まだ本気じゃなさそうです。でも俺たちにはほら、アップグレードタイタンクロックマンがいるからな。ということで、ついに出てきたんじゃね、これ。ほら、アルファが焦ってるぞ。おお、ブレード？ソードか？アップグレードタイタンクロックマン、ソードを装備しているのか？すごい！出たー！やばいですね！かっこいい！かっこいい！まるでアーサー王じゃねえか、黄金に輝いた。そうですね！アングリ、アルファアングリ口開けてたよ。かっこよー！まるで獲物を仕留めたハンターのようだったな。うわ、すご、肩にもなんかブレードみたいなのついてるぞ。うわー、全部金色。やばかっこいい。そうですね。くそ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 。おー、悔しがってる。いつまで寝ているの。今すぐレイジモードを発動させなさい。レイジモードってなんだ。レイジは日本語で怒りという意味です。まるでバーサーカーのように戦うのかもしれませんね。カウンタータイタンも本気だということか。でも全く負ける気がしないんだけど何度やられても全く問題ではないわ。なぜならばカウンタータイタンは常に後ろ取られてる時間止めて。嘘でしょ空振り。カウンタータイタン、いや、もうこれ絶対勝てないだろ。カウンタータイタン、アップグレードタイタンクロックマンに、ほら、どうしたみたいな。あー、一瞬で切られた。時間止めて切られたんだ多分。いや、もう相手にならなすぎだろこれ。圧倒的な力ですね。もうカウンタータイタンのコアを貫きましたよ。タイタンカメラマンが投げた岩がアルファに命中。おお、タイクロの、はい、拳の中に。これはやられるんじゃねえか、アルファ、もしかしたら。あのお方が黙ってないわよ。貴様らはどんなに恐ろしい方を敵に回しているか分かっていない。誰だろう、ジーマンのことかな。わ、リーダークロックマン、これは霊体か。あ、ビビってるアルファ。あ、そしてやられたアーマードリルマンとラージドリルマン、そして大量のドリルマンたち。これは幽霊なのか、それとも能力か。死に神戸を垂れよ。終わった、終わった。アルファやられた、タイクロに。すげえバトルだった。これは胸アツですね。あー、タイタンテレビマンさんが大丈夫ですか。パロ、きっと大丈夫だ。
タイタンクロックマンの解き戻しで多分直せるはずだ。わ、剣が揺らめいてる。剣にも時計ついてるもんな。さあ時を操って、ほら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 、タイタンクロックマンこれ元からできたけどパワーアップしてるんじゃない。うわー、あっという間に元通り。無敵だ。チート能力再び。ついにカウンタータイタンとアルファを倒しましたね。で、あれ、これはカウンタータイタンの紫色のオーブじゃないですか。クソ、なんてしぶといやつなんだ。やっぱり本体は別だったのか。おや、あー、タイタンクロックマンのブレードがコピーされてる。見慣れない武器もあるけど、これやばいんじゃないの。タイタンクロックマンのブレードがコピーされたら。あ、でも時を止めて、うわー、マジチートだわ。タイタンクロックマン、今動けるのはタイタンクロックマンさんだけですね。さあタイムソードを振り回して、あ、これ斬撃も止まってるってことか。で、これを、あ、飛ばした。あの剣は時が止まっていても使えるんですね。どうやらそのようだな。って、なんか爆発したぞ、タイタンテレビマンの腕が。ん、時計、あ、時止めを無効化するデバイスもタイタンクロックマンの時止めには効かないってこと。アップグレードタイタンクロックマンさん、まさしく時の王ですね。つまらないですね。おいおい、直してもらったのに。確かにタイタンテレビマン今回全然活躍できなかったけどな。この二人に持ってかれちゃったけど。おお、タイタンカメラマンの左腕のキャノンも元に戻った。超チートじゃねえかよこれ。タイタンカメラマンさんもびっくりしていますね。お、いつものグッドって。お、タイタンクロックマンだけオーリングじゃねえか。面白。どうやら終わったようですね。タイタンカメラマンもタイタンテレビマンも基地に戻ったのかな。時計台を見つめるアップグレードタイタンクロックマン。お、なるほど、ジェットパックもついているということか。いやはや、すごいバトルでしたね。でもまだタイタンドリルマンも味方に戻ってきてないしな。ジーマンも復活するかもしれない。夜になって、あ、復活するんじゃねえか。ほら光ってるぞ、コアが。なんか雲みたいな出てきた。え、まさかカウンタータイタンの本体ってあのちっちゃい雲みたいなやつ。アルファにカウンタータイタン、やっぱり私の力には及ばなかったようだな。え、倒したのはアップグレードタイタンクロックマンだろ。何を言うか、私だってアップグレードタイタンクロックマンよりもさらにでっかい巨人のような姿で出てきてただろうが。あれは霊体じゃないのか。それにしてもサイエンティストクロックマン、すごかったよ。アップグレードタイタンクロックマン、ありがとう。苦労して作った甲斐があったよ。いや、タイタンクロックマンもすごかったけど、タイタンカメラマンもなかなかの活躍だったよな。そうだろ。ところでアキシ、私をもう少し改造してはくれないか。ああ、確かにな。目を一回取って、ほら赤目にしたら完全再現じゃないか。アキシ、舐めているのか。オーバーボードがあっただろ、あれを私の背中につけるんだ。おい、なんかタイタンカメラマン怖くなってるぞ。いや、最近タイタンカメラマンの背中が見えないなと思ってたんだけど、まさかホバーボードを装備してたのはな。でもよ、ブースターがあるんだったら別にホバーボードいらなくねえか。何を言っている、ホバーボードで移動した方がかっこいいからだろうが。ああ、そういうことってか、ほんと怖いって。やっぱり目取っちゃおうか。怖いから。私は一体、スキビディトイレマルチバースの世界のタイタンカメラマンはいつ暴走するかわかんないから怖えな。それにしてもついにアルファとカウンタータイタンを倒しましたね。ああ、この世界でもアルファを倒せたらいいんだけれどもな。このアニレボの世界ではカウンタータイタンまだ出てきてないからな。今のうちヤツの弱点を探そうと思って見てたけど、あいつ首が取れてもコアが破壊されても動いてたぞ。どうやらコピー能力はコアが破壊されても機能していましたね。紫色のオーブのようなものが形を変えて兵器になっていました。そして本体は最後に出てきた小さい雲のような気持ち悪いやつ。どうやらあいつが本体っぽいよな。いや、あんだけ小さいと逆に探すの大変そうだよな。でもよ、カウンタータイタン顔も虫みたいだし、尻尾をあんだけ操れるってなんかやっぱ虫っぽいなと思ってたけどな。本体が虫だったからやっぱそういうことだったんだな。いや、このアニレボの世界にもカウンタータイタンが現れたらと思うとゾッとするけど、サイエンティストクロックマン、このタイタンクロックマンをアップグレードさせたいんだ。手伝ってくれないか。ああ、いいぞ。え、本当か。もちろんだ。ただパーツがあればの話だがな。この世界でも3つの時計を見つけなければいけないぞ、アクシ。え、このアニレモの世界でも。それ正気かよ。それに
君が思っているよりタイタンクロックマンはたくさんの武器を装備しているんだ。時計だけでは間に合わないかもしれない。ああそうだったな、肩と腰にブレードみたいなのもついてて、そういえば今回使わなかったよな。いいところに気がついたな、アキシ。サムネイルを見てみよう。肩のブレードが飛んでいる。そういえばさ、アップグレード前のタイタンクロックマンって手裏剣みたいなの飛ばしてたよな。その手裏剣みたいなやつがこのブレードになったってことなのかな。でも今回はその技使ってなかったぞ。切り札は隠しておくものだ。それだけではないぞ。巨大な私が出ていたと思うが、あれもタイタンクロックマンの能力だ。え、そうなの？あれは、まあそうかもしれないね、リーダー。いやー、何はともあれ最高のお話でした。ところで今回リアクションした動画にはアルファの声やタイタンテレビマンさんが喋っていましたが、あれか、これからサブチャンネルのアキシのアフレコと実写で全部に声を当てた完全版をアップする予定だからな。みんなチャンネル登録をして待っててくれ。いや、アフレコしたのを見ると絶対わかりやすいと思うからな。おお、それは楽しみですね。はい、というわけでね、これからもスキビディトイレマルチバースに出てくるキャラクターをガンガン作っていく予定なので、よろしくお願いします。今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたね。ゲー、最後の挨拶奪われた。